それでは、リオの We Rock の完全制覇やってみたいと思います。チューニングは、レギュラーチューニングです。では、イントロですが、はい、これがね、まあ、一番まあかっこいいとかっこいいっちゃかっこいいこのリフ、これにみんなしびれたと思うんですが、まず、もうこれ大事なことはですね、この音ね、それはもう、メロディーを奏でてる、こっちも大事ですが、やっぱりこのズクズクなんですよね。こっちをですね、重きを置いてですね、弾くのが、すごく、歯切れのいいリフになると思うんですね。例えば こっちにキーばっかり取られてますと、この5弦の開放っていうのが、こういうね人もたまにいてると思うんですが、まずこのズクズクに対してこの音が、乗っかってるという逆の考え方といいますか、はい、最初はねこの2つだけで動かして、このズクズクがちゃんときれいになってるかですね。はい、そうしていって、まあ、増やしていく、はい、常にここがちゃんと5弦の開放をしっかりミュートした音で弾けてることが大事です、はい、このタイミングですが、皆さん、どうでしょう。こうじゃないんですよね。4拍子じゃなくて、ここだけ6拍子といいますか、4分の2プラス4分の4、まあそんなこと考えずに1、2、3、4、5、6、はい、続きまして早くもソロですが、4弦3弦2弦の7フレット、これはもうアームがなかったら無理ですね。スローにしてもこのいやらしいような、いやらしいダブルチョーキング、これね、まあ中指で上げるんですが、これ3弦の7フレットを9フレットの音まで、そして下にビブラートがかっこいいですよね。はい、そして薬指の2弦の8フレットは動かさずに、はい、これ1オクターブ上を、3回チョーキング、これも、1キャンキャンキャンですね。1拍目が入ってない、1、2、3、4、1、こういう感じで普天16分音符の、キャンキャンキャンですね、うん。そして、このままスライドさせて、はい、こんな感じでつなげていくんですが、さあこれはもうアドリブなのか決めてたのかわかりません。はい、こうやってつなげると、あ、なるほど、ほんまやそんな感じやと思わないでしょうかね。はい、見ましょうか。2、3、4。
タルが流行ってたので、どんなフィンガリングかはちょっと分かりませんが、これ普通は2弦の15なんですけども、それより半音高いブルーノートな感じね、16フレットを弾くと非常に攻撃的なね、アグレッシブなフレーズに変わります。はい、これは例えば1弦の12を中指で押さえて、1弦の15を小指、そしてこの音を1弦の11に置き換えると、なんか80年代っていう感じするんですよね。We'll be right back.